岡田春樹は、兵庫県競馬組合、西脇馬事公園、大塚信治旧社所属の元騎手である。地方競馬教養センター騎手家庭第86期生。中学1年生の時に、中山競馬場で競馬を見て、騎手を目指す。アニマルベジテーションカレッジを経て2006年に、地方競馬教養センターの入所試験に合格し、同年4月より、同センターへ。 第86期生として入所した。2008年3月17日、騎士免許試験に合格し、同年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、吉行竜補給者からデビュー。同年3月28日に、同センターを卒業した。同年4月15日、第2回、その他競馬1日目第7競争 C12 組4歳、以上条件戦ロットバルトで、 初起場。同年5月6日の第11競争では、自給車のブランドガールで、首差の2着、続く5月7日の第3競争、東映鈴鹿で、首差の2着と、あと少しのところで、初勝利を逃したが、同年5月22日第5回、園田競馬3日目第10競争 d 4一組4歳、以上条件戦を、シルクスパングルで優勝し、10戦目で、 初勝利。2009年1月29日付で、吉行隆補給者から大塚信次給者に所属変更した。2010年1月12日、第24回全日本新人王総派選出場。2011年6月2日、機種免許取り消しを申請し、引退した。地方通算成績は846四42勝2着51回3着61回。 勝率5.0%、連帯率 11.0%2007 年7月20日に地方競馬共用センターで名古屋競馬場の丸のカツトラ騎手を招いて行われた騎手招待模擬レースでクワトロバジーナ号に騎乗して一着だった。2008年3月28日に地方競馬共用センターにて行われた終了記念模擬レースでクワトロバジーナ号に騎乗して一着だった。 2008年2月12日に JRA 競馬学校を卒業し、3月1日デビューした三浦校生騎手、伊藤匠牧騎手はアニマルベジテーションカレッジ時代の先輩である。ありがとうございます。